阪神、淡路大震災被災直後神戸市立医療センター西市民病院は兵庫県神戸市長田区に所在する医療機関。神戸市が設置する地方独立行政法人神戸市民病院機構が運営する病院である。この府市は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。この府市は医療機関に関して執筆中です。 過失、訂正してくださる協力者を求めています。1995年1月17日午前5時46分、発歳児、当院には245名の入院患者がいた。職員は、医師4名、深夜勤務の病棟看護婦20名、救急担当看護婦3名、薬剤、検査、放射線核1名、事務当直、 設備当直等嘱託職員も含め5名がいた。地震による揺れにより、本館5階を押しつぶし、各階でも柱は押しつぶされるように曲がり、鉄筋は剥き出しに、建物自体も南に傾き、その南にある南館も余震による本館の崩壊があれば、危険という状態となった。5、西病棟の入院患者44名と看護婦3名は閉じ込められてしまったが、 発災当日窓から6階のベランダへと自力で脱出した2人、救出できた6人、瓦礫の中をトンネルを作って救出できた35人、6階の床に穴を開けて救出した2人、4階の天井から穴を開けて救出した1人の計46人が脱出できた。残る患者1名は翌18日、自衛隊も加わって捜索され、20時30分に 手の先が発見され、21時36分に引き上げられたがすでに亡くなっていた。兵庫県医療機関情報システム。兵庫県健康福祉部健康局務課。2020年9月16日閲覧。NPO 法人卒後臨床研修評価。機構認定証発行病院一覧2020.91。NPO 法人卒後臨床研修評価機構、 2020年9月16日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年9月16日閲覧。西市民病院越報ボリューム278阪神。大震災特殊神戸市立西市民病院。1995p10p14。神戸大学附属図書館。2020年9月16日閲覧。 ABC 交通アクセス神戸市立医療センター西市民病院2020年9月16日閲覧ありがとうございます